帰りなさい、クロ君。園の子たちはみんないい子にしてましたよ。はい、どうもはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、娘の部屋でですね、アルバムですね、でキャラクターストーリーは、まあ皆さんがよく見られるところだとは思うんですけども、ここのイベントストーリーですね。イベントストーリーで、過去のね、イベント等々を、見れます。閲覧することができますので、まあ、一度見られてみたらなとは思うんですけども、それと同時にですね、もうちょっとゲットしちゃったんですけど、月累積の方もね、一つずつ、一つ見るごとに50もらえたりするので、もらえないのもあって、たりするのかな。ないのか。本当にもらえないのはここですね。去年、一昨年のクリスマス、まあ実装自体されてないですからね。ですから一昨年って言ったらまだリリースもされてないですからね。本当はこの頃にリリースされるはずだったん。という話だったんですけども、まあリリースされてないので、まあもらえないのかなといった感じですかね。まあ一応ね、過去の見れたり、血流石もらえたりするので、ご覧になってみたらいかがかなと思います。私の方もね、ここにニューって書いてあるんですけど、ここの親密ね、親密度ストーリーとかもね、見てなかったり、するので、これがだいぶ前の更新の時に、一周年じゃないの、その前か。その前のぐらい、今年に入ったか入らないかぐらいに、清水戸のストーリーが、閲覧できるようになってましたので、それもまたご覧になればなぁとは思います。囲い部とかがね、本当に充実しているので、あと驚くべきことにね、コラボ先の方もね、見れちゃったりするので、どんなコラボがあったのかなっていうのも見れてたりしますので、いかが、見たら、ご覧になっていただら、いかがでしょうか。まあ、本当にね、血流石ももらえるんでね、ここがね、だいたい見ずにね、血流石がないないないっていう風になったりすることもありますのでね、ご覧になればいかがでしょうか。そんな感じですかね。今回はこんな感じですね。まあ、気になる ところもね、ありますけども、こんなとこですね。あとは、そうですね。メインストーリーだったり、メインもね、振り返れますしね。こっちの方はね、見てると思います。ガイデンストーリーも、おそらく見てると思いますね。クエストの、ガイデンですね。このガイデンの書だったりね、前回までやってた限定ガイデンの書、ギルドガイデンの書、ガイデンの書と、ありますので、このガイデンの書がさっきのねところに該当したりします。ね、これがガイデンストーリーですね。で、イベントストーリーは説明しましたね。で、レイドストーリーですね。レイドストーリーもありますので、ご覧になられたらいかがでしょうか。まだね、こっちのヘルの方は見てないんでね、挑戦私してないんで見てないんですけどもね、いつか挑戦できればなと思います。こういう風にね、ありますので、これも見てご覧になればいかがでしょうか。多分ね、レイドを自発するときにはね、出てたと思うんですけど、それをね飛ばしちゃったっていう人もおられるかもしれないのでね、これも見られたらと思います。まあ、ここら辺もね、重要なストーリーなので、ここを見逃したがために、何言ってんだおめえっていうのね、状態になるかもしれないですけどね。
ご覧になればと思います。あと人物名簿とかもねありますので、そこら辺もね、利用してもらえればと思いますね。私の世界は神なき戦争の果てに、こういう風にね、霊式ママはね、カットイン、入手カットインがね、再びこの剣を振るう時が来たのですね、なかったり、この挨拶ですね。世界守護者霊式、国家守護の退任拝命いたします。これがねなかったりするので、あればねっていうところですけど、神なき戦争の果てに、ガチャでは出ないですからねまあこういうのも聞けたりしますので、結構貴重なね、とかカットインとか挨拶とかね、見れなかったり飛ばしちゃったりとかすることもあるんで、まあご覧になっていただければなと思います。クレオパトラが未だに手に入らないから欲しいなっていうところですね。まああとは本当に自分がどれをキャラクターを入手してないかっていうのが分かりますし、あとそうですね、ここら辺で行くと配布キャラクターですね。配布キャラクターもいい加減復刻してほしいかなと思うんですよね。限定キャラよりもかなり入手難易度がないというね、一度しかないっていうものがあるんで、そのイベントやってないと取れませんよっていうのがねあったりしますんで、まあまあ逃すと大変なことになったりしますんでね、取っていかれればとは思います。まあ本当にね、フランス革命とかもね、配布なので復刻してほしいなぁと。薄五郎もね確か配布だったと思うので、復刻してほしいなぁというところですね。そうですね、まあ配布キャラクター、いつか復刻してもらえればなと思います。リジュとかもね話には出てくるけど、今から見ても、分からない状態だったりねするんで、特に今回で言うと1周年ですね、エリスはどこだ、エリスこれですね、エリス、あ、いや、今いましたね。イクサエリスですね。イクサエリスが、クリナリスと、ね、姉妹だった。前世で姉妹だったっていうのもね、こちらもね、配布キャラクターなのでね、誰だよっていう状態だと思うのでね、配ってもらえたら、分かったりね、しますんで、配布していただけるな、いただけたらなと思います。あとまあ噂に名高い、一人名前だけがね一人歩きしてる船長とかもいますからね、バイキングサーガ船長はそうか、先進だったね、船長ですね、バイキングサーガ、サーガだけなんですね、バイキングサーガとかもねいますんでね、まあこういったキャラクターもいるよということですね。まあこんな感じですけども、活用していただけたらなと思います。血離石もね手に入るので、ご覧になればと思います。ではですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。